知らせいたします。まもなく東京競馬第4レースの発売を締め切ります。勝ち馬投票券はお早めにお買い求めください。なお競馬観戦の際は大きな声での応援をお控えください。東京競馬場4レースはエンデビュー東京2歳新馬戦芝生 1400m 戦17頭のデビュー戦です。穏やかな流れが東京競馬場一面綺麗に青空が広がりました。後ろで中間系というと1番ボーカルフラワーを育って4番ウィンキャンハイハイ14番マサナイハイ2番はキュウキーヒーそこで14番のサンダーサイエットハイハイした。これから7番北のレベルや8番バラのレベルが中は小見と入って最後の17番がフェーレンベルで色馬場の芝生は1200m 戦で17番のフェーレンベルで一旦楽しさにしました。こんにちは、おっさらだしかし今度は収まりました。ゲーティーカリオスタートしました。真ん中でキーマンの勝負がキープ4スタートを出しながらみんな8番バラバレーターこの2頭がまず並んでいきます。そこからは12番のサンライズレート3番手に上がってそれっちが新番のカルクラマーが回して17番のフェーレンベルも前を上がっていきました。赤7から7番のエコーマックスが控えあとは1番新番の6番北のエリア色を打って14番のミソナリ3番のアンガー2番新番を切りました。3番コースピキアス10番のソボそのうちは10番のラグビーボールが追走で専門コーナー中間1番新ハンガイで15番のシャイフリヤマトが行きました。そのうちから5番のエキセンフェルチが接近外は並んでいった2番のトゥルーキーの最後のコーナー中間後方にかけて13番フェルマイカーは1番新ハンガイで5番のウィキャンファイトへ最後の1番のバリバリアレビー大体コーナーカーブに入って前は1段奥は18番サンバイスプレートマスカリ先頭からそのうちが9番シャイフリヤマトが並んで直線に入りました。そこは18番のフェル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